上限棒の胸郭。頭中 D が、セココロ骨セココロ骨は融合した胸椎によって構成される骨質の棒状構造である。融合胸椎と呼ばれることもある。この構造は、類縁の異なる分類群である鳥類と一部の翼竜類,類にそれぞれ特有のものである。セココロ骨は、羽ばたきの際の衝撃を可能な限り相殺して、胸郭を安定させるためのものである。 蝶類においては、セココロ骨は2個から6個の胸椎が融合してできており、通常は仙骨とは4個ほどの椎骨を間に置いて融合はしない。しかしながら歯とシギザ鳥などの一部の蝶類では、セココロ骨は直接仙骨と関節し、自由に動く胸腰椎は消失している。翌流のプテラノドンにおいては、セココロ骨は非常に強力であり、 八個の教養椎が融合して、できている。プテラノドンの骨格。中央にセココロボネが見えているセココロボネは、蝶類の様々なグループにおいて見られる。シギダチョウカ,カイツブリカウカトキカフラミンゴカ、ハヤブサカキジメツルカツルモドキかラッパチョウカ,カグウカジャノメドリカクイナモドキカサケエカハトカ、メバケアブラヨタカなどである。セココロは、ツバサアモクの翼竜にも存在するが、 そのより規定的な先祖である長尾型翼流においては、見ることができない。数種の翼流においては、背心骨は、肩甲骨と、関節する。この関節は、獅子動物においては他に、例のないものであり、他の分類群において肩体と脊椎が直接関節、する例は知られていない。ABC ロバート W ストロア、ヒューズドサイシックバータブレインバーズ。 ゼアオカランスアンドポッシップルシグニ・ピカンス・ J. ヤマシナ・インスト・オーネス・十四ピアニッシモ・86・95ハット P ・エ b ビー・ピー・ウェルン・ホファー・イーブ・ファト・ピー・ギガセ・ A. テレソリアン・ノーテリアム・フロム・ザ・ロワー・ークラテイショス・オブ・ブラジル・ペイロント・ラジスキー・サイト・シュリフト・57ピアニッシモ・147・157ハット・エ・ w a、WA、ケルナー ニューインフォメーションオンザ・タペ・チャリダエ、アンド・ディスカッション・オブ・ザ・リレーション・シップス・オブ・ディスク・レイド、アメギニアナ、41、ピアニッシモ、521から534、ペーター・ベルンホーファー、動物大百科別館に抑留平凡者1993、ISBN4 から582から54522、XP56。ありがとうございます。